皆さんこんにちは。大学受験のための学習お悩み相談室パーソナリティの本間しおりです。本日も皆さんと30分間お話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。天の声さんもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでいよいよ2月になりました。もうね、高校3年生の場合には、受験をですね迎えているところだと思います。でここでなんですけども、まあね、いろんな人がいると思うんですけども、中にはそろそろ浪人を考えてそうな人もいるんじゃないかなと思ってます。天の声さんも浪人されてたんでしたっけ？そうなんですよ。僕はねもう決め打ちしてましたね、浪人の。あ、そうなんですね。はい、あまりだからここにはふさわしくないような考え方なんですけどもう高校卒業、僕の考えおかしくて、浪人は浪人しないと経験できないじゃないですか。はい、だったんでそういう浪人っていうのはどういうものか語れないから、うんうん、しないといけないなっていうそういう不思議な考え方ですね。へえ、はい、すごい不思議な考え方ですね。だって現役そのままいったら、うんうん、浪人っていうものは経験できないわけですよ。うんうんうん、なので語れないじゃないですか。はい、はい、それはまあ一生ね、長い人生の中で浪人っていうものはこうなったんだっていうものを知っておきたいなというのをなんか、うんうん、思ったんですよ、ね。思ってたんですね。はい、そうなんですよ。いや、でもそう思う人なかなか珍しいと思いますよ。そうですね。はい。皆さんやっぱり浪人はしたくないなって思う方が多いんじゃないかなと。誰もいなかったです。ですよね。はい。そう。でね、大体ね、皆さんね、その浪人っていうのを、まあ、考える時期っていうのがいろいろあって、はい、まあ、高校3年生の夏休み過ぎとか、秋とか、あとはもう今の時期ですよね。はい、共通テストが終わって、で、もうなんか、テストの点数思わしくないなっていうところとか、はい、まあ、あと受験をしてみて受験の結果が思わしくないなという状況、この時に、まあ、浪人を考える人っていうのが増えてきます。時期的にはその結果を見てですもんね。まあ、結果を見てですね、はい。ただその受験途中からもういいやってなっちゃってる人もいます。早いですよ。早いですね。はい、早いですよ。今日はそういう人に向けてのお話ということで、はい、あ、じゃあ僕に向けてのってことですかね。そうですね、そうなのかな。はい、で、まずですね、今まあ2月の初旬ということではあるんですけども、はい、もうなんかね、今までのちょっと受験の手応えとか、あとは合否結果っていうのを見て、うん、もうね、自分は浪人するしかないんじゃないかなって思っている人もいるかもしれないです。そうですね、はい、ただその方々には、皆さんにはまずは、決めた入試、まだまだスケジュールあると思います、はい、まずはそのスケジュールを全て終わらせてください。はい、で今ね、受験をしようとしまいと、もう払ってきた受験料は返ってこないですから。もうね、しょうがないですよね、うん、そこはね、出願しちゃってるので返ってきません、はい、ね、はい、なのでまあ、受けなくても受けてもいいんですけど、受けた方がいいです。うん、なぜかというと、まず皆さんには現実を知ってほしい。はい、そうで、まあ、現実を知りつつ、あとは逃げを作らない。はい、そのためにまずはですね、今の受験時間もったいないなって思うかもしれませんけれども、受け切ってください。はい、大体ね、受験をね、その時したがらない人なんていうかというと、うん、はい、いや、もう浪人するって決まってるんだから、その日一日受験しに行くぐらいだったらもう次の勉強した方がいいじゃないですか、おって言ってくる人います。なるほど。はい、でもね、正直なとこそういう風に言っていてね、その日の一日ね、ちゃんとね、受験勉強してる人ほとんどいないですから。そう、まあ、まあ遊んでますよね。遊んでます。遊んでます。もしかしたら言い訳してね、はい、そうだ、結局その受験をしない理由として来年の勉強を今からした方がいいよねって言ってるだけなので、はい、それをちゃんとしてる人はいないです。なので、そこを受けて受かったら行くんですかね。まあ、それも人それぞれだと思いますよ。まあ、まあそうですね。はい、なので、はい、まあ、人それぞれって、まあ言ってしまったら身も蓋もないんですけど、はい、いろんなケースあります。例えばなんですけれども、はい、もう受験の前にね、もう自分はこの A と B と C と D の大学を受けます、まあ、受かったらそこに行くけど、そこに受からなかったら浪人します
ていうパターンもいれば、まあ、自分は確実に浪人したくないので、はい、きちんと受けますって言って受かる人もいます。ただそれを決めてたとしても、はい、受験の最中に変わる人も結構います。あ、なるほどね。例えば、はい、こんなに辛いのをまた来年するの無理ですって言ってる人もいるんですよね。はい、でそういう人の場合にはもうその受験の最中にもう絶対受かるようなとこを受けて浪人しないようにしたいですっていう方もいますし、はい、あとは、まあ、浪人しないように受験スケジュールを組んでたとしても、うん、受験が終わった後になんかや、ね、例えば第一志望の大学に受からなかった、はい、まあ、第二志望の大学に受かってはいるんだけれども、それでも第一志望の大学にやっぱり行きたいなと思いましたと、はい、いうことで浪人をしちゃうっていう方もいらっしゃいます。はいはいはい、なので人それぞれかなと思います。なのでまずはね、受験すると決めたのであればきちんと受け切ってみる、はい、でその後考えればいいことではあるので、うん、その後ね考えたらいいと思います。で、うん、ただ、まあ、浪人するしないに関わらずですけれども、まあ、浪人を考える考えないに関わらずですけれども、はい、受験の最中にするべきことは、もう今できることをするということ。はいはい。なので、来年にしたから今の試験の勉強は全くしなくていいよねとか、はい、手抜きしてもいいよねっていうことではないです。ああ、そういうことですね。うん、はい、今できること。例えば、曖昧な知識があるのであれば、曖昧な知識をなくす。はいはいはい。それは、今の受験においても、もし万が一来年受けるときにとっても必要だと思うんですよ。はい。なので、それは、毎日毎日、ちゃんと受験の最中もしていってほしいなと思います。はい。なるほど。あとは、本当ね、これ、すごく、難しいというか言いづらいことではあるんですけど、はい、浪人するともう決めてる人もできれば一つは合格を出した状態で浪人してほしいと思います。それはすごいですね。二つ理由があります。はい、一つは現実を知ってほしい。はい、皆さんですね、不合格が全部出てしまうと大概ですね、皆さんいいように考える人がいるんですよ。自分は惜しかった、はい、だけど落ちたみたいな。いいじゃないですか、ポジティブで。いや、気持ちはいいですよ。はい、気持ちとしては大事、ポジティブであるということ。はいはい、ただし、現実はきちんと現実として受け止める必要があります。例えば、その A という大学がギリギリで落ちた人と、はいはい、もしくは、すごいもう引っかからない状態で落ちた人、はい。どちらも不合格ということでは一緒なんですよ。そうですね。でも、ギリギリで落ちた人の勉強法と、ギリギリで落ちた人の勉強のスタートラインと、はい、あとは全然もう箸にも引っかからないような状態で不合格になった人では、はい、スタートライン違いますよね、勉強の。まあ全然違いますよね。そう。だけど皆さん落ちてるといいように考えるんですよ。はい、ギリギリだった、惜しかった、みたいな。はいはい、でそれだとまずスタートラインを誤ります。なので、はいはい、必ず、なんだろう、スタートラインを知るっていう意味では、一つは受かっておいた方が、そこがあなたの今の学力です。はい、そして落ちた時点では分からないですもんね。分からないです。はい。なので、受かったところを知ることで、そこが自分のスタートラインだっていうことを知ってもらうためにも、まずその合格っていうのを一つは出してほしいなと思います。で、あともう一つ理由、何かというと、はい、自信につながります。ああ、それはね、大事ですね。はい。で、受験でですね、落ち続けてる人、まあ、ここでね、落ち続けてっていうと、ちょっと縁起悪いなって思う人もいるかもしれないんですけど、落ち続けてる人って、だんだん、自分がやってきたことが正しかったのかな。はい。もしかしたら間違ってたんじゃないか。って思い出す人がいます。はい。で、中には間違ってた人もいるかもしれない。はい。だけれども、方法は正しかったとしても、時間が足りなかった人もいると思います。はい。あと3ヶ月あったら受かったかもしれない。はいはいはい。そういう人もいるかもしれないです。はい。ですけれども、落ち続けてしまうと、それすら揺らいでしまう。はいはい。可能性があります。はい。なので、一つですね、合格を勝ち取っておくと、自分が今までしてきたこと、それが、はい。まあ、全部が正しいかどうかはわからないです。はい。ですけれども、やってきたことがきちんと身になった。はいはいはい。ということを知る。ことができます。はいはいはい。そのためにも一つはですね、受かっておいてほしいなと思います。はいはいはい。
なので、まあ、その2つを考えても、まずはその今受けようと決めたところに関しては全て受け切る、はい、そして1つは必ず合格を出すということ、はいはい、これをですね、意識して今の勉強をしてほしいと思っています。そういうことですね、はい、うんうん、次になんですけれども、はい、まずそのですね、受験を全て終わったらなんですけれども、はい、浪人をするかしないかっていうことを考えるときには、はい、まず3月31日まで勉強ができるかどうかを意識してください。あ、そこまで、とりあえず3月31日っていうのは区切りみたいな感じなんですかね。まあ、区切りというよりも一つのですね、はい、目安なんですよ。目安としてね、はい、の今ね、浪人を考えている人って2通りあって、はい、ポジティブな浪人と逃げの浪人があります。怖いですね、逃げの浪人の方が。逃げの浪人って何かっていうとはい、はい、要は今の現実が嫌だから1年後に先延ばしするっていうパターンですよね。はい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 。で、先延ばし してもいいことなんてないんですよ。まあ、どうせ来ますからね。はい。で、それもね、条件はさらに悪くなります。あら。例えば、はい、現役の人だったら、はい、今年うまくいかなくても浪人あるよねって考えると思うんですよ。はい。まあ、考える人はね。はい、まあ、浪人絶対嫌だって人は別だと思うんですけど。うん。でも、浪人を考える人の中には、まあ、今年ダメでも、まあ、浪人すればいいやって思うかもしれない。はい。じゃあ、浪人したらどうでしょうか。うん、1年後の今の時期をちょっと想像してほしいと思います。はい。一浪してます。はい。今年うまくいかなかったも来年があるからいいやって思いますか？いや、二浪は厳しいですよね。二浪はないなって皆さん思いますよね。そうですね、はい、だよっぽどね、そこの大学にしか絶対行きたくないからもう二浪三浪してもいいですっていう人もいるんですけども、はい、まあ、大部分の人はまあ、一浪は OK だけど二浪はねって多分思うと思うんですよ、はい、うん、ってなると、うん、もう浪人してる時点で後がないんです。もうギリギリですよね。そうなんです、はい、なのに例えば現役の時にこの今の自分の置かれてる状況がもう嫌で先延ばしした人が来年耐えられると思いますか？いやー、結構精神的に行けばきついですよね。きついはずなんですよ、はい、あとまあ親の環境とかね、うんうん、そういう家庭の環境とかでも居づらいっていうかね、ありますよね、はい、なので今逃げてる人は浪人しても絶対辛いんですよ。はいはいはい。で、皆さんね、浪人したらね、365日1日24時間全部使えるって思ってると思うんですけど、はい、そんなに甘くないですよ。うん、確かに。スランプの時もあります、はい、モチベーションが上がらない時もあります、はい、体調を崩す時もあります、はい、一生懸命勉強してても成果が出ない時があります、はい、それも現役の時よりきついですよ。まあ、ハードル上がってますよね。そうだってね、はい、1日、まあ、1日24時間は勉強しないけれども、はい、1日10時間ぐらい受験のための勉強に費やしてるのに成果が上がらないとしたら、はい、今までだったら現役の時は例えば勉強できる時間が5時間しかないからな、時間が少ないからしょうがないよな、はいはいはい、って思うところが、はい、1日10時間をですね、何ヶ月も続けていて、もし仮に成績が上がらなかったとしたらめちゃくちゃ追い込まれますよね。そういうこともまあありえなくはないわけですよね。やっぱりありえなくないというか、そういう子の方が多いですよね。あ、そうなんですか、はい、それは辛い現実ですね、はい、正直ね、予備校は絶対言わないですよ、はい、浪人した方が合格率低いなんて。それは言えない、言えないですけど、そう、現実そうだってことですね。そうなんです、はい、現実そうですね、怖い現実ですね、はい、これは。それはそうなんですよ、はい、例えば勉強時間がよっぽど足りなかった人とか、もともとその勉強の姿勢はあるけれども勉強時間がすっごい足りなかった人、例えばよく強豪のサッカー部とかラグビー部とか、11月とか下手したら1月ぐらいまで部活やってますみたいなね、はいはいはい、とか、あともう甲子園のためにすごい野球やってました、夏の7月終わりまでみたいな、はい、そういう風にしていて、それまで勉強時間ゼロでした、そっからやりました、当然時間足りないよねみたいな人だったら
ね、あの違うかもしれないんですけど、そうじゃない人はね、なんかあのまあそこそこ勉強してるわけじゃないですか。そうですね。そうそうそう。はいはいはい、だからそういう意味では本当に追い込まれます。確かに。そうなんです。追い込まれた状態で、あのちゃんと勉強できるかどうかって、あの今頑張れてる人かどうかっていうのと共通するんですよ。はいはい、今頑張れる人っていうのはそういう時でも頑張れると思う。はい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 、でも今この2月3月で頑張れない人、はい、この人は多分相当この浪人の時にもきついです、うん、きつい局面で耐えきれないかもしれない。本当に。はいはいはい、そう考えたら、あの本当にね、今頑張ること、あの大事だと思います。今頑張れる子は逆にどんな状況でも頑張れる子はいます。はい、今頑張れない子は正直頑張れない子いるんじゃないかなと思います。まあ先の結局先延ばししちゃってるだけですからね。そうなんです。現実を先延ばししてるだけなので、はい、はい、うん、ですね。であと本当にね、あとあるのが、よくこれね、保護者の方も言っちゃうんですよ。あのいや今まですっごい頑張ってたから少しぐらい休んでもいいんじゃないって言っちゃったりとかするんですよ。あ、気分転換も必要よねとか言っちゃうんですけど、ね、はい、あのもうね、この今ね、浪人してる、浪人を考えてる人、はい、浪人を考えた時点でライバルは誰ですかというと、自分ですか。高校2年生とかですよ。まあ、自分もそうですけど。そうですそうです、はいはいはい、今の高校2年生になります。そうですね、今後輩ですよね。そうなんです、はい、高校2年生休んでる暇ないですよ。今必死で勉強しようと。あとの周りの環境がこうみんな受験受験みたいな形で、うんうん、そういう刺激も現役生ってこう、ね、接する機会が多いから多いと思うんですけど、環境がね、はい、浪人するとこう、ね、そういう機会が、まあ、予備校行ってればそうかもしれないですけど、結構そういう意識もね、低くなるところもあるかなと思います、ね、そうですね、はい、で、それこそ私が勤めていた予備校の場合は、あの浪人する子であったとしても3月31日までは校舎に来てねって言ってました。あ、そうなんですね、はい、うんうん、勉強ちゃんとしなさい、はい、まあ、その後うちの予備校の浪人生コースに行く人もいれば、はい、他の予備校の浪人生コースに行く人もいる、はい、でもとにかくまずは3月31日までは勉強しに来なさいって言ってました、はい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 、でもそういう話をすると、いやいや今まで頑張ってきたんだから少しぐらい勉強しなくたっていいじゃないですか、休みぐらい必要ですって言われるんですけども、はい、でもそれこそ、その浪人するって決まった時点でライバルは高2生、はい、で高2生の中にはもう今からバリバリやって1年間で学力を上げる人がいる、はいはいはい、ということを考えると今休んでる暇ってないんですよ。まあ、1ヶ月ぐらいインターバルは欲しいなとは思う気持ちは分かりますけどね、はいはい、その間にガクッと成績の落ちますよ。怖いですね、はい、この言い方が、はい、だっていやね、浪人してる、浪人考えてるってことは曖昧な知識が山ほどあるんですよ、はい、まあね、曖昧な知識があるっていうことは、曖昧な知識なんて1ヶ月やらなかったらもう真っさらですよ。確かにね、そうですよね。そう、その現実をまず知るべき、うん、はいはいはい、でその状態ということは、今皆さんがこのぐらい成績があって、ここまで頑張って1年間頑張ってきた、ここまで成績上がってる、だからちょっと休んでもそこからまた伸びるでしょってイメージをみんな楽観的に持ってる、はい、でも正直1ヶ月休んだだけでその学力はガクッと落ちます。それは分かりました。人間の記憶って結構そんなもんですよね。そんなもんです。なのでその状態から頑張ることの方が大変です。これ別に運動とかでも一緒ですよね。そうです、運動、まあ、継続してる方が楽なんですね。そうなんです、うん、継続してないと1ヶ月休んだだけで本当にそれ取り戻すの大変じゃないですか。本当に大変です、勉強は特に。そう、だからそれと同じようなことを本当に勉強で起こすんですよ、はい、うん、だからもしあなたが今本当に行きたい大学があって、あと1年頑張ろうって思ってるのであれば、この2月3月休んでる暇なんてないです。逆にもったいないですよね。そこまで頑張ってきたものが忘れてしまうので。そうなんですよ、忘れてしまう。そう、なかったことになる。そうですね、そう、はい、ということです、うん、あとは何度も言いますけれども、浪人生の合格率は低いです。あ、これがね、現実なんですね。現実です。
でも皆さん思うじゃないですか、24時間勉強する時間があって365日ある。そうですよ、そうですよ。それなのに、はい、合格率が低いってどういうこと？どういうことですかそれって思うと思うんですけど、はい、結局そこがあのそのなんだろう、一筋縄でいかないというか、はい、勉強時間があればいい、日数があればいいってだけの話でもないっていうことです。そうですね、勉強の方法もそうだし、うんうんうん、自分の心持ちもそうだし、はい、あとは時間があるって言ってもあの例えば春休みとかあと夏休み、まあ、夏休み多いですよね。夏休みね。あの夏休み、あのその人たちには夏休みってないけれども、はい、でも周りのね自分たちと同じ学年の大学1年生は夏休みがあります。でそこで誘われたりするわけですよそうですよね、現役生からね。そう、でそうした時にちょっとぐらいいいかなって思って遊んでる時間とか、はいはいはい、それね、まあ、1日だったりするわけじゃないですよ、はい、例えば 2,3 時間ちょっと抜けてもいいよね、息抜きだしって言って毎日 2,3 時間抜けたらどうなってるかって話です。いやそれは莫大な時間になりますもんね。そう、そういうふうにあの、ね、あのうまくなんか皆さんが今思ってるような時間の使い方ができない可能性があります。はいはいはい。だからそれを考慮しても本当に今勉強するっていうことは、うん、あのすごく価値のあることだと思います。なの で、ね、うん、もしあなたが今浪人を考えるのであればこの2月3月まずは全力で勉強してみてください。これね結構ね、はいはい、予備校の先生も書いてたりするんですよ、うん、あの、はいはい、有名な先生とかも。まあ確かにこうね忘れちゃうので本当に今しないと、はい、逆にこの1年間のね積み重ねがもったいないですね。もったいないですね、うん、それがなかったことにもなってしまうし、はい、はい、で本当に残酷なんですけれども、あの今までにあのなんだろう、現役の時に受かってた大学に浪人して受かんなかった人もいっぱいいます。逆に低下したってことですよね。はい、1年間頑張っといて。そうなんです、まあ、それもそうかもしれないし、はい、あともう一つはあの例えばその受かった大学に正直ちょっと運もあって受かっちゃったっていう人もいるんですよね。ああ、なるほどね、うん、たまたま例えば自分が覚えていたところがあの範囲がちゃんと出たとか、うん、って言った場合にそれがこうなんていうの、運としてこうなんだろう、上乗せされちゃったって人もいます。まあ運もありますよね、その得意分野の中の得意なところが たまたま出たみたいなね。そうそうそう、出ちゃったって人もいるから。それはありますよね。そうなんですよ、うん、なのでそういうこともあります、はい、なので現実そういうこともあるということを踏まえた上であのちゃんとねあの浪人する覚悟を決めてください。なんとなくね浪人したら今思ってる第一志望校には受かる、もしくはうまくいったら何、それよりもいい大学に受かるんじゃないのって思いたくなると思うんです、はい、ですけどもそれは本当にあの本当にほんの一握りだと思っていた方がいいです、はいはい、現実はそんなに甘くないです。まあ確かにそうですよね、うん、あのなのであのそういうことをちゃんと認識した上であの浪人をするという覚悟を決める、はい、そして浪人するということを考えているのであればまずは3月31日までしっかりと勉強してみる、はい、まあ、多少ね例えばの卒業式があったり卒業旅行があったりっていうのはあると思うんですよ、うんうんうん、はい、まあ、そういうのね絶対行かないでくださいということではないです、はい、やっぱりその時にしか作れない思い出というのもあります。ただそれを作るのも大事ですけども、はい、だからしても1週間ずっと遊び来るって多分ないと思うんですよ、はい、そんなにお金続かないでしょみたいなこともあるしね。あとまあ卒業旅行とかでありそうですけどね、うん、でも卒業旅行もね1週間とか行くとか、はい、多分ないと思うので、まあ、高校のレベルだとないんですよねきっとね。ないと思います、はいはい、なのでまああのね、あのそれはそれで楽しんでいいと思う。だけれどもそれを楽しみつつただそれがない時にはちゃんと勉強をするということ、はい、それは本当この今の時期にきちんとしていってほしいなと思います。そうですね、あと、うん、あと3月31日にあのとりあえずまあ一旦ねここまではっていう風な意味合いっていうのはどういう意味合いで3月31日っていうのを決めてるんですか。一旦っていうのはですね、うん、あのまあ、多いのがあの浪人を決めたらとりあえず3月31日までは遊びます、4月1日から頑張りますって言ってる人多いんですよ。確かにね、うん、多いんです。でもその4月1日から頑張りますじゃなくてその間もしっかり勉強してほしいから3月31日まで頑張ってねって言ってます、はい、
そうです。僕は10月から頑張ろうかなと思ってたぐらいに、かなりのアマちゃんだったんでね。はい。まあね、でも分からないですからね、はい。私たちもたくさんの人を見ているから、こういう話ができるけども、はい、あと予備校とかはね、やっぱりその、いいことを言ってしまうことも多いと思う。だけれども、はいはいはい、現実としてはそうではないということと、はい、あとこういうこともあります。はい。皆さん、浪人して来年、いい条件で受けられるって思ってるかもしれないけど、うん、はい、それって 100% 保証されてるわけではないです。はい。もしかしたら、共通テストの前日にインフルエンザになるかもしれない。はい。コロナになるかもしれない。はい。そういうこともあります。はい。あとは、これね、もう10年以上の前の話ですけども、はい。3.11 の時。はい。あの日ですね、次の日、国立の後期の試験だったんです。ああ。で、私がですね、いたところ、はい、そこ東北とかではなかったんですけど、普通に関東にいたんですけれども、はい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 、電車止まっちゃったんですよ。はい、はい。1週間電車止まってました。はい。で、なので、私の、いた予備校の子供たちの中で、国立の後期、試験受けられなかった子、はい、結構います。あ、そうなんですね。うん、まあ、国立の後期なので、まあ、前期に受かっていたら、はい、問題がないので、はい、まあ、前期に受かってなかった少数の子たちではあるんですけども、試験受けられませんでした。あ、そうなんですか。で、まあ、実際は、国立のその後期受けられなかった人のために、追試が用意されたんですね、うん。はい。で、追試受けに行ったんですけども、追試がですね、もう本当にですね、問題が、なんていうんだ、難しかったんですよ。ね、よく追試は難しいって言いますけどね。問題形式も全く違う。はい、まあ、その時は、結局 3.11 があって、その後追試が決められたのがもう本当何日かの後に決められているので、はい、問題自体もですね、まあ、ちょっと特殊だったんですよ。はいはい。っていうのもあって、まあ、それを受けには行ったんですけども、はい、もう受けに行った人たちも、いや、もう全然違う傾向で、はい、まあ、全然受かる気がしませんっていうことを言ってる子もいました。はいはい。で、これは 3.11 は後期だったから、まあ、はい、影響を受けた人っていうのは少なかったと思う。うんうん、でも、もしこれが1月とか2月とかに、例えば大地震が起こったら、はい、これって否定できないですよね。そうですね。もしかしてそういうことがあるかもしれない。はい、そしたら、その時には、あなたが今想像しているような、ベストな状態でベストな受験をできるわけではないんですよ。うん、皆さんね、悪い方向に考えることが、は必要ないんですよ、本来。はい。だけれども、現実としてそういうことも起こり得るっていうことは知っておいた方がいいと思います。まあ、リスクヘッジっていうかね。そうなんです。はい。で、何があったとしてもその現実を受け入れなきゃいけないんです。まあ、しょうがないですよね、そうね。だから、それを意識した、まあ、意識というより、ちゃんと理解した上で、浪人してください。だからこういう浪人とかって、まあ、人生でも大変な、ね、ことだと思うんですけど、これを乗り越えたら結構その後ね、社会とか、大学とか、ね、ここ頑張ったんだから頑張れるっていう、なんか自信にね、僕は人生の中でも、つくような、うん、そうですよね。感じになります。ありますよね。ありますよ、これは。うんうん、でも、それもあるし、あとね、こういうこともあるんですよね。例えば、まあ、リーマンショックとか、はい。あったりとかしたじゃないですか。はい、昔ありましたね。ありましたね。うん、で、なった時に、例えば、1年就職がずれることによって、就職活動が厳しくなったり、そうじゃなかったりすることもありますよね。はい。例えば、リーマンショックがありました。ということで、その次の年の採用、見合わせるところもあったと思います。はい。まあ、コロナの時もそうですね。コロナによって採用を見合わせたところ結構あると思うんですよ。はい。もしかしたら、現役で行っていたら、その影響を受けなかったかもしれない。はいはいはい。だけれども、1年浪人することによって、その影響を受けるっていうこともあります。そうですね。そう。だから、うん、なんて言うんだろう。一年先延ばしにすることによって、100% いいかっていうと、そういうわけでもないんですよね。今の現実と、まあ、状況が変わる可能性もありますよってことですね。そうです、そうです、うん。だから、今ね、どうしても浪人するかしないかとか、いい大学に行った方がいいかどうかとか、どっちかって皆さん、点で考えること多いと思います。はい、はい、はい。
点で考えるのではなくて、人生を長い目で見てみたときにどうなのか、うん、ということで考えた方がいいんじゃないかなと思います。そうですね。はい。例えば、うん、なんだろう。現役で行った中で、例えば1年間、例えば留学をしたりとか、自由に過ごす時間を過ごすっていうことの方がプラスだと考えることもできるかもしれない。はいはい。ね。だけど、浪人していい大学に行った方がいいって考える方もあると思う。はい。それは本当にね、人それぞれの考え方だと思います。はい。ただ、皆さんには、まずは、まあ、リスクと言ったら変なんですけれども、浪人することによるリスクっていうのはどういうものがあるのかっていうことであったりとか、うん、あとは皆さんの人生を考えたときに、どういう道を進んでいった方がいいのか、今1年足踏みをした方がいいのか、それとも先に進んで先でやりたいことをどんどんやっていった方がいいのか、そういうことを含まえた上で、自分が浪人するかどうかっていうのをですね、考えてみてください。はい、これには答えはないです。はい、今決めてももしかしたらそれがですね、正解かもしれないし不正解かもしれない。それを決めるのは皆さんがこれから決めたことを覚悟を持ってやっていくことだと思います。ぜひですね、皆さん自分の覚悟を持って自分の決めた道、これね、どっちにしても一緒だと思います。一緒っていうのは今の時点では変わらないと思います。ただ自分の決めた道っていうのはですね、ぜひ進んでいってほしいなと思います。かっこいいですね。ありがとうございます。はい、ということで、本日の、ね、お話は以上で終わりにしたいと思います。ご清聴いただきましてありがとうございました。